2000年のドラフトで横浜に1位で入団し、8年には右打者最高打率を樹立し、中心選手に。2010年から上昇ソフトバンクに FA 移籍し、まだ成し遂げていない優勝の2文字を目標に。すると4月には月間 MVP、 6月に交流戦 MVP と、まさにチームを牽引する活躍で、史上2人目の。翌年も5年連続となる打率3割を達成し、オフには日本代表として WBC ベスト4に貢献。さらにシーズンでは共に自己最高となる19本92打点をマークし、14年には日本シリーズ MVP も獲得し、しかし翌年に就任した工藤監督は、確実性の高い内川を4番に固定し、つなぎの4番として期待された。しかし内川は長打を狙いに行ってしまったと後に語り、この年に打率3割は途切れ、併殺打もリーグ1位に。翌年こそ打率3割初の100打点超えを達成するも、17年には10年ぶりに規定打席に届かず、この年以降成績は徐々に落ち、出場機会も減る中で自身も4番を打った年から、何かが崩れたと語っている。19年には初のゴールデングラブ賞を獲得し、再起を目指し迎えた20年シーズンだったが、開幕2軍落ち。それでも2軍では群を抜いた打撃技術で、1年を通して打率327と猛アピールに成功した。しかし一度も1軍に呼ばれず、戦力構想から外れてると自ら判断し、この年限りでホークスを退団した。昨年からはヤクルトに移籍し、代打中心ではあったが、1軍での出場数は38試合に増加した。名門 PL 学園から大学に進学し、1996年のドラフトで阪神を逆指名し1位で入団。1年目は二塁手や三塁手など様々な役割をこなし、ルーキーながら97試合に出場した。1年を通して1軍に帯同した経験が、2年目に1個の年は2番入撃手としてレギュラーを獲得。打率293と弾みをつけ、迎えた3年目のシーズンは野村監督が就任し、引き続きレギュラーに抜擢。しかし野村監督と今岡は野球に対しての考え方が違い、成績は前年よりも大幅に落ちてしまった。ミーティングを重視する野村監督。練習を最優先した今岡。両者の考えはずれ、関係に徐々に溝が入る。野村監督は今岡に対し注意をすると、やる気のないプレーを見せると語り、やがて今岡は2軍落ち。2000年はレギュラーを剥奪され、40試合の出場に終わり、打率1212と大きく低迷した。後に今岡は野村監督とは反りが合わなかったと語っており、3年間が過ぎ星野監督が就任した。就任1年目の2年にはレギュラーの座に返り、自己最高を更新する打率1317をマーク。人間の相性か。名選手名監督とも呼ばれる野村克也と今岡は水と油の関係に。そして今岡は3年には首位打者を獲得すると、5年にはプロ野球歴代3位となる。勝負強い打撃で打率1279、29本147打点と、この成績を見ただけで得点圏の強さがわかる。名将野村監督にあいにくにも干された形となった今岡だが、その後の結果で答えを示した。高校時に通算5割近い打率を残し、1991年のドラフトでオリックスに4位で入団。1年目から2軍では別格の才能を表しており、打率366でルーキーながら2軍の首位打者に。しかし1軍ではわずか40試合。高卒ということもあるが、それ以上に首脳陣と意見が分かれていた。土井監督は足の速さを生かしゴロを打つようにと指導するが、一郎はこれを拒んでいた。
翌年も2軍で打率371を残すも1軍定着とはならず、迎えた3年目は仰木新監督が就任。仰木監督はすぐにイチローの才能を見抜き1番に固定すると、振り子打法でレギュラーを勝ち取る。この年から登録名をイチローに変更したのも、仰木監督の提案で一気にスター街道に。2年間1軍に定着できなかったが、この年は打率385で首位打者に輝き、史上初の。仰木監督は最初にイチローを見て10年は安泰と思ったらしく、名将の目に狂いはなかった。最終的には210まで積み重ね、史上最年少でのシーズン MVP を獲得した勢いは止まらず、翌年には首位打者打点王盗塁王最多安打最高出塁率と、打者5冠王を達成。そこから毎年のように安打を大量生産していたイチローは、2000年にプロ野球史上類を見ない。その後メジャーでも10年連続200安打を達成したが仰木監督については、気を抜けない人だと語る。さらにはこの上司のために働きたいと思わせる能力が誰よりも長けていた。と恩師を熱く語っている。野球好きなら誰もが知っている天才の過去には、自身のスタイルを貫いたことが見える。1987年に中日に入団した山崎は9年目に初の規定打席に到達し、ホームランキング2。その後は主軸としてチームを牽引するも徐々に成績が下降し、2年にはトレードされた。故障気味ではあったが、96年には月間 MVP を獲得し松井秀喜に競り勝ち、39本塁打を放つなどの活躍。2年に不振もあったが、山田監督に不信感を抱いたこともありトレードに至った。オリックスに入団し4年の地元での試合で関係者を大勢招待し、先発出場を約束していた。しかし井原監督は先発から外し、大きなショックを受けた山崎は、これをきっかけに引退も考えたという。しかし多くの人から説得を受けたことで現役続行を決意し、5年に創設初年度の楽天に入団した。すると6月から4番に定着し、4試合連続での本塁打を放つなど、低迷するチームを支えた。翌年からは野村監督が就任すると、野村再生工場で打撃を磨き続け、迎えた7年シーズン、力を抜いて打つこんにゃく打法を身につけ最終的には、プロ野球史上最長の21年目での。そして史上3人目の両リーグでの本塁打王を獲得したがこの背景には、野村監督との出会いが大きかった。野村は三振、大いに結構。三振もいい当たりも同じアウトと言葉をかけ、これが山崎の迷いを消すことに。今までは三振を怖がっていたが、この言葉がきっかけで三振を恐れずにホームランを量産した。一度は戦力外になりかけたが、そこから這い上がり本塁打王を獲得した山崎は、通算25年間で。意見が合わず一度は干された、山崎だったが名将との出会いが人生を大きく変えたことに。兄から言われて左利きになった江夏は1966年のドラフトで、競合の末に阪神に入団。1年目は高校生まで投げれなかった変化球を習得するため、練習するも投げられずに開幕を迎えた。それでも自慢の剛速球を武器に三振の山を積み上げると、1年目から225奪三振を挙げた。2年目に変化球を取得するとともに制球力も磨き、最終的には更新不可能とまで言われる。江夏は、通算本塁打記録を持つ王貞治との対戦をこだわり、それを象徴するのが9月17日の試合。記録更新の354個目の三振を王から奪うと宣言していた江夏は、この日も好調だった。
宣言通り王から三振を取るも、勘違いで353個目でこの勘違いにマウンド上で気づいたエナッツ。すると意図的に、次の王の打席までは三振を取らずに、迎えた王との対戦で三振を取る離れ技。こんなことができる投手が活躍できないわけがなく、入団から9年連続で2桁勝利を達成した。その後は野村克也と共に南海を支え広島日本ハムと3球団で5年連続セーブ王に、84年には西武に入団し、痛風持ちであった広岡監督に食事を管理しているのになぜ痛風なの、と何気なく尋ねた江夏だったが、これが怒りを買い出場機会が減り、干された状態になってしまう。その後はアメリカのブルワーズのキャンプに参加したが、メジャー登板とはならずに引退した。